どうも皆さんこんにちは、サンクチュアリ出版の山口です。いや、ま、2019年皆さんいい年になりましたでしょうか。いい年になりましたね、サンクチュアリ TV ご視聴いただきましてありがとうございます。それからチャンネル登録もどうもありがとうございました。これがですね、今年最後の収録となります。はい、紅白歌合戦で言ったらサブちゃん嵐、サンクチュアリ出版といえば山崎匠海さん、今日はお越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。うおー嬉しい、山これ定着させます。ありがとうございます。いやいや、これね、僕もなかなか今日緊張してるんですけども、いま、だにやっぱり匠海さんとお会いするときは緊張がしますね。でももう知り合って20年も経つんですよ。そうですね、初めて出会ったときは、はい、学生でした。まだ大学生で、友達の秋山くんがやってたバーの店長やってました、ね、そうでした、まあ、僕は事前に何をお話ししたらいいのかと思ってたんですけど、たくみさんこういうのいかがですかって送ってきたら、いや金子直感でって言ったんですか。なんかね、例えば新刊の告知ですとかで、じゃあこれからカメラ回しますって言って、何のリハーサルもなく新刊の紹介して、ちゃんと起承転結があってオチがあるみたいなのを撮られるんですよ。このアドリブ力みたいなのが、タイムさんは抜群にあるんじゃないかなと思っていて、なんかあるんですか、アドリブ力鍛える方法。しかし、はい、結局ね、はい、フローに入れるかどうかっていうことが決めてる。フロー、ね、自分がコントロールを手放した時には起きてくるであろう世界観を信頼できてるかどうかだと思うんだよね。でそれね、結婚式の、挨拶だと、あれ難しいですね。これとこれとこれは絶対言わないと忘れちゃダメだぞってあるじゃん。だからどっちかというとフローに入れない、はい、で言わないといけないことが全部言えた後、よしこっからフリートークだと思った瞬間にフローに入れたりね。フローの原理ってこうなってるんだって、はい、なんですか。要はなうまくいったらすごいよね、ワクワク。でもこれだけだと夢見る夢こそ起きてこないんだけど、ダメだと しても満たされてるよねと。できなくったって、こんな満たされてるって幸せだよねっていう、そういう意味で言うと諦めのラインもグッドみたいな。なるほどね。そうするとフローという状態に入るんだって。で、ね、フロー一回経験するとまた経験したいじゃん。したい、また経験したいっていう執着が生まれるとフローは消える。そうなんだ。だからねばならないっていうのに入らないことなんだよね。これ難しいですね。だからね、ちょっと今研究してるものがあって、はい、帝京大学ってすごいラグビーが強くて、はいはい、まあ、9連覇やって、まあ、10連覇目はなかったんだけど、しかも今の10代から20代前半の子たちがどうしたら、力を発揮できるかってことをある程度把握してるよね。だからなんかいろんな工夫があるわけよ。1年生が練習して4年生が雑務やるとか、普通1、2年生は奴隷で、3年生が平民で、4年生は神じゃない。それが1年生が練習して4年生が雑務するわけよみたいな、やっぱ仕組みがしっかり何か意図があってできてるんだけど、その9連覇目も結構やばい状態だったわけ、勝てないんじゃないか。その時にハーフタイムの時に選手は全員キラッキラの目で笑ってたんだって。圧倒的に負けてる時、これぐらいレベルの高い仕事試合をやりたかったよねっていう、こんな場でできてる俺たちって幸せだよねっていうフローの状態に入ってるんだよね。で勝ったんですか、それで。勝っちゃったの。勝ったで10連覇はできなかったんだよ。だけどその中にものすごいたくさんのエッセンスがあると思う。勝たないなんてダメみたいな価値観に行くと硬くなるよね。ありますね。ではなくて、勝てなくったってこんな場が経験できてるって幸せじゃないという、そこには感謝があるよね、はい、だけどラグビーができてるって幸せだねっていうワクワクもあって、まあまあまあ好きでやってますからね、当然あるでしょうけど、ね、じゃあそっちを勝たせるんだ、なんかね、ほら引き寄せの法則ってあるのよ。ありますね。願ったものは手に入る、はい、でお金もうまくいっていて、家族も仲良しで、はいはい、体も健康で、はい、仲間も最強、はい、だけど彼氏だけできないという人いるわけ。
彼氏を手に入れようとするでしょ。はい、しますよ、しますよ。それがね、気づいたら執着になってるわけ、うん、要は執着があるほどそうなりたいってことはこっち側に恐怖があるよね、うんうん、だから手に入れたいんだよね。そうですね、そうですね。で、その恐怖の正体っていうのは見たくないわけ、怖いから。でそれを味わい尽くすといいんだよ、ね、私は独り者でね、置いていき、ね、誰も私の死ぬ姿も見ることなく死んでいくって味わい尽くす。孤独死だ。そう、怖いわけだから、うん、それを怖いから見ないんじゃなくて味わい尽くす。そうなるのよ私は、本当にって、うん、だって友達いっぱいいるし若い男だって電話一本でご飯行こうよっつったら来るのに、うん、そんなことないわ私テニス大好きでもうこんなに、家族も仲良しもう分かった私もね男どうでもいいわテニス楽しそうのって言ってパクパクってテニスやってるとテニスお好きなんですかっていう人が出てくるってことそう分かる。いやそうなるほどね。捨てると手放すと手放すと入りやすいんですね、うんうんうん。あ、でもこれはでも皆さんも使えるんじゃないですかね。あるんじゃないですか。ね、ありますね。うん、なるほど。委ねるっていう。だから手に入れてやるっていうこの気持ちって、うん、ちょっと男性性を感じるよね。はいはいはい。この委ねるっていうのは、はい、まず委ねる前に私の力で何とかするっていうことに対する手放し諦めがあって、うん、委ねるってなった時に運ばれ系になるっていう。うん、そっちの方が楽そうですね、生きてて。ああね、いや時代はそっちに変わりだしてますよね。すごい勢いで変わってきたよね、うん、最近はなんか違いますもんね、うん、そういうんじゃないですもんね、うん、なんかどんどんなんか展開していくというか、うん、ね、うん、そういう運ばれていく運ばれていく、うん、そんな時代に変わったんじゃないですかね。なるほどね。たくみさん来ましたよ、ようやく新刊だ。おお、これなんですか、これなんですか。まずバカになろう、まずバカになろう、まずバカ、うん、高橋あゆむさん、うん、あゆむさんと、うん、たくみさんの協調なんですか。そうなんですよ。俺も今初めて見ました。ああ、びっくりでしょ。ちょっと宣伝しておかないとね。はい、こんなに22年前に出会ってですねこんなに長いお付き合いをしたのに、しかも彼が原因で僕は本を書くようになったのに、そうですね、初めて一緒に書きました。あ、協調ってなかったですね。なかったんですよ、しかもあんなにイベントも一緒にやってるのに。はい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 。あ、そうなんですね。これ、内容は何なんですか。要はね、あなたの常識の外に自由も幸せもあるかもよと。でもフレームの中に収まってる限りそこは出会わないよねと。まずバカになることでフレームの外に出ましょう。ビヨンド・ザ・フレームっていうのですよね。あ、そうするとシンプルになりまして、シンプルな人はパワフルだということで、ね、これ高橋さんのすごいところってここだと思う。あ、言ってください、言ってください、聞きたいです、ぜひ。やっぱりね、はい、大変さん、結局、うん、全部しくじって、うん、俺がもう300コメントぐらい高橋さんもう終わってるっつってネットに書かれたとしても、結局大切なものは嫁さんと子供たちだと。そんなもんアルバイトしたって食べさせていくことができると、うん、だから大切なのは守れるんです。だったらでかいことしましょうよって来るわ。で、大きいことってもっと成功して、うん、お金が余ってから大きいことするなんかね、そんな感じますけどね。するよね、はいはい。あ、万人に対してこれは最大公約数的に誰がもが持っている大切なものは守れる。だからでっかいことしましょう。だから僕の場合はここまで成功したらこれは守りたい、はい、だからここまで成功したらここは守りたいっていうふうに、はいはい、まあ、ギャンブルしないけどこれ元でここ勝ってる、だからここまで負けていいみたいな、はい、ね、考え方だけど、あゆむは全部吸っちゃってもだって大切なものを守れんじゃんっていう。だからベーシックインカムってありますけど、ありますね、ベーシックハピネスだと思う。あら、出た新しいでもそうですよね、うん、まあ今日本でね、そんな、うん、アルバイトを選べなきゃありますしね、うん、いくらだってね。だから有名人とかお金持ちの人たちが、うん、いつもだったら有名だっていう鎧とか、はいはい、お金持ちだっていう鎧が、はいはい、あゆむの前だとガラガラガラって崩れてるっていうね
そうですね、だから変に有名な人が綾美さんの前に来ると何っていうその感じ久しぶりだけどみたいなのになっちゃうことありますね。そうそうそう、まあだけど綾美と僕がいるので綾美、はいはい、だけの本だったらほら読んだらみんなのほら会社辞めちゃうじゃないですかそうなんですよ、そうなんですよね、悪影響、会社辞めないようにね、辞めないようにするから大丈夫ですよ、あなたの人生の安全装置はここにいますあ、対談っぽくなってるんですね。そうなんです、そうなんです。これすごいなと思うんだけど、24時間ぐらい2人で対談したのを、はい、まあ、公開対談にして、それは文字起こししたのがドーンと歩夢のところ届いて食べ散らかしてあるわけですよ。そうです、それを整理整頓してコース料理に歩夢が帰ってきたっていう、すごいな、それは歩夢がさすがですね、やっぱりさすがですね。歩夢は文字物に関してはなぜか真面目ですねまあ面白い本になったんで、じゃあぜひ皆さん、もう発売されてますね。うん、あ、12月24ね、だから17日公開、ちょうどいいぐらいですね。ちょうどお正月にこれ読んでいただいて、はい、あの正月ボケになる時の力を使ってバカになっちゃうっていう ね、いいと思うんですけど、うん、まあ、時代の移り変わりが早いですよね今、はい、あの見ていただいてる中の人には時代の移り変わりの速さが気づいてない方もいらっしゃるかもわかりませんけど、うん、例えば明治維新の時に、おお明治維新だと思ってる人はクーデター側の人ですからね、あのそのままあの徳川時代が徳川家が続いていくとみんな思ってる。そうですよね。である時振り返って、あ、なるほど、うん、あれが維新だったんだっていう。そうですね。いや、変革の時ってグラデーションなので分かりにくいじゃないですか。大化の改新だってそうですよね。大化の改新だと思って言ってる人はいないわけで、今すごい勢いで、だからやっぱり生まれ変わりがあって、はい、旅行行くみたいにどこの時代を見たいかってなると、はい、やっぱり激変の時代見たいもんね。あ、激変ですよ。だって農業革命でしょ、うん、産業革命でしょ、で、まあ、情報革命という数百年か千年に一度ぐらいのことが起きてるわけだ。で、農業革命起きた時にはみんな畑田んぼを作ったから、うん、定住型になったよね、はいはい、今までこう移動してたのが定住型になって、はいはい、そして溜め込めるから貧富の差が生まれてくるよねっていう都市型の、まあ、基本が出来上がって、産業革命で機械が導入されて、うん、人間の中でも力がある人がリーダーだったのがそうじゃなくなって、もうちょっと頭寄りのなんかワークが変わっていって、はいはい、情報革命になったからさ、情報量の差がすごいあの格差を生んでたんだけど、うんうん、スマホができたことによって情報量が確実化されて、はい、今度は発信側なのか受信側なのかっていう格差が起きてるね。だから私インスタやってます、見るだけですけど、これ受信側なの、はい、ロム線とかいますもんね。んロム線で見るだけの専門の人とかいますもん、ね、うん、そうなると発信側に回らないとね。ライブさん炎上するんですか。炎上しないですよ、ね、僕はしないミスター好感度そういう意味じゃなくてですそういうの好感度低くなるダメ言っちゃダメそれ言わない、俺それ言っちゃうとどんどん下がるんだな。ライブさんはでもいろいろ行かれるじゃないですか、うんうんうん、でやっぱりどこがいいとこあるんですか、街的に。いや、僕はニューヨークとパリですよね。ああ、そう、パリ住んだりしてましたもんね。ニューヨークとパリ好き、だからパリ住んだし、ニューヨークはね、お店一緒に行く。ああ、そうそう、タクメン、そう、もう今日宣伝がいっぱいで、タクメンまで歩いていけるんじゃん。そうです、タクメンから徒歩5分とか住んでますんでぜひぜひ、ね、ラーメンが美味しい居酒屋、レストランでございますので、はい、来ていただけたら。部屋のレントもやってますから、ね、ニューヨークに行く際は宣伝がすごい。でもあんだけさ、可愛い部屋で、あれ4人泊まれるんだって、はい、あれ、安い時っていくら出してたの。あれはでも、まあ通常240ドルぐらいなのが、うん、でも冬場は全然半額とかになってしまいますね。まあ、エアビーを検索してもらったら、あ、1人7000円とかで泊まる。あ、4人まで泊まりますからね。あれだけど、ニューヨークもさ、ヨーロッパも部屋ちっちゃいじゃない。ちっちゃいですね。4、5万出しても、こんなちっちゃい部屋みたいな感じだけど、ね、あんだけ、何あのグランドセントラルステーションまでワンストップでっていう、すごいなんか住んでる感あったりしますね。確かに。ニューヨークから見る日本はどう？どうですかね。なんか子供を育てるという意味ではなんかアメリカの方がいいのかなって思う時はありますね。はい。なんかいろいろ
ただ保険とかね、なんかそういうのはやっぱり遅れてる部分はありますけど、うん、やっぱりそれ以外で結構その幸せに直結してるなみたいなことを、なんか、こう社会としてなんかルールがそういうきちんと整備されていたり、あの教育がきちんと整備されていたりが、なんか日本よりアメリカの方が進んでるなって思うことがあって、ああなんか子供たち見せて、あ楽そうだなと思います。結局日本のこと分かろうと思ったら日本の外へ出ないと日本のこと分からないじゃない。まあこれだけよ、例えば令和になりましたけど、はいはい、30年前平成1年、はい、ねえ、まあ、昭和生まれですけど、はい、平成1年になった時約30年前ね、はい、あの日本は世界トップの国だったわけよね、はいはい、世界のトップ20の企業を見ると15社が日本だったわけですよ、はいはい、もうほぼ日本色だった。それが今、世界のトップ20に日本何社入ってるか知ってる？あれ入ってるんですか？入ってない。あ、ゼロです。まさかのゼロ。トップ50には何社入ってると思う？いや、それはさすがに5個くらいは入ってるんじゃないですか？1社しか入ってない。1社で、世界のトップ150にも、そのトヨタ1社を含めたとしても4社しか入ってないんですよ。だから日本から発信してるものは人に刺さってないってことなんです。そうですね。だからまあ、抜本教育改革ってことで、まあ、あの来月のセンター試験を最後に詰め込みが終わる。なんかやってましたね。終わるんですよ。あ、終わるんですね。やっと終わるんです。だからこれからはビジネスがちゃんと考えれて、コンテンツをこう刺さるコンテンツをちゃんと作れる人たちを作らないとっていうように仕組みがやっと動いたっていうかね。なるほどね。大きく世の中変わってますよね。国自体が下がってる時は、上がってる時はさ、はい、周りの人に負けないっていう気持ちで頑張ればいいけど、はいはい、国が下がってる時は周りと比べてると、その企業のトップになったとしても、うんうん、3年前やってた生活ができなくなるって可能性があるよね、はい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 、なのでもっとワイドに世界を見ないといけない役になりますよね。ヨーロッパで起業するとかすると、うんうん、なんか聞いた、僕も聞いた話なんですけど、うんうんうん、なんかやっぱりその例えばフィンランドの若者がなんか起業するじゃないですか、うんうん、その時やっぱまず前提としてこのビジネスが世界で通用するのかっていう視点で、うん、考えて起業するらしいんですよ、うん、でも日本で何かやろうぞって時に、うん、なんかじゃあこれ世界で通用するをまず企業のブレスの段階では考えないから、うん、しかも日本企業が、まあ世界で活躍するっていうことが本当に少なくなっちゃってるのは、うん、そのせいだと思うんですよ、ね、本当に。だからそのためにどうしたらいいのって言ったら、うん、やっぱり出ないとね。あそこですよね。そうそう、血の物語に出ないとダメかなとは思いますよね。俺匠さんから聞いて、うん、もうね通算100回ぐらい言ってることがあるんですけど、20代のうちに見てる方、うん、20代の見てる方、20代のうちにパリとニューヨークは行っといた方がいいって匠さんおっしゃったんです、うん、覚えてらっしゃいますか？それは僕も思っていて、うん、やっぱりなるべく若いうちのがいいですよね。そのあの価値観が変わるというか、うん、なのでなんか出会った若い子たちで、うん、なんか悩んでいるんですとか言ったら、うん、いやいやインドとかタイもいいんだけど、うん、ぜひニューヨークかパリに一度来てみて、うん、世界の中心がこれなんだみたいなのを見てもらうと、うん、価値観変わるのになって、ね、そっちから見る日本が、うん、要は行ってニューヨークに感動するというより、うん、行って日本ってそういう国だったんだっていうのが分かるよね。はいはいはい、うん、あ、まあそうですよね。ちなみにね、はいはい、皆さんはい、やる気のスイッチっていう本を望んだ宣伝がすごい、はい、あ、今ないない、はい、違う、やる気のスイッチっていうタイトルをつけたのはこの人です、はい、昨日のやる気が今日続くとは限らないっていう、はい、すごいですよ。あの時に、うん、制作の時に一番印象的だった、うん、たくみさんが、うん、言葉が、うん、やっぱりうまくいかないっていうのは夫婦関係も人間関係もそうなんですけど、うん、うまくいかないのが前提だから、うん、うまくいかないのためにどうするかっていう工夫をしていくと、やる気も続かないのが前提なので、うん、続くようにどういうふうに工夫をしていくかっていうのがあって、うんうんうん、それはやっぱりね、いまだにちょいちょい匠さんの言葉を思い返して生きていくことが多いですね、うん、そのやっぱりマスターですね。いや、役に立ってますか？山やっちゃいましたけど、やっちゃいました。いやー、ありがとうございました。もう本当に
打ち合わせなしで、打ち合わせ何でしたっけ。そう、ないんですよ。でしたよね。直感で。直感で。直感でですよ、はいはい、この年末にふさわしい将来を考えていくようなお話をいただいたかと思います。どうもありがとうございます。たくさん宣伝来たと思うんですけど、下に全部貼ってますのでチェックお願いします。それからチャンネル登録よろしくね。今年もありがとうございます。よろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。嬉しい。ありがとうございます。